こんばんは。こんばんは。今どこに向かってますか？スキーをしに丸沼高原へ向かっています。最強寒波が来ているので、雪がたくさんあると期待してます。期待してます。あるかな？あるといいよね。ね。でも今んとこまだ降ってる感じはないもんね。そうだね。でも、高速乗ってると冬用タイヤ、じゃないとダメですよっていうのが、ほら、出てるから。どの辺？ああ、今出てた。うん。みなかみから先、新潟のあたりまでっていうのが出てたから、まあ雪はあるんだろうなとは思ってます。うん。新潟はすごいだろうね。ね。ニュース見てたら、すごい、もう壁になってたよね、雪の。ね。長野県、白馬の方もすごい降ってた。あ、白馬ね。そう。すごかったわ。その辺まで行きたいなって思ったけど、ちょっと時間がかかるので。まあ練習だね。そうだね。うん。だから雪をちょっと慣れるっていうのもあるし、うん。スキーをして楽しみたいと思います。はい。じゃあ安全運転で向かいましょう。はい。レッツゴー！沼田インター出口を降ります。降ります。高速は雪がなかったですね。ないですね。多分この辺降ってないんじゃない？そうだね。でここから丸沼高原まで約42キロ。42キロ、ちょっとあるんだよね。そうそうそう。でまた山の方入っていくと雪があるかもしれないから、うん。あ、でもおちょっと白いありますね。ねえ。練習だと思って。そうそう。この辺、雪感がありますね。出てきたね。で少しちらついてるよね。そう。雪がちらんちらんって。わかるかな？雪のちらちらはわかりづらいね、これは。でも降ってるね。降ってる、降ってる。うん。粉雪みたいなね。うん。気をつけてね。そうだ。で、もうすぐね、道の駅片品っていう、丸沼高原スキー場から一番近い道の駅があるんだよね。そう。ここも何回かお世話になってて。うん。いいとこだよね。いい。秋はすごい紅葉綺麗だよね。うん、綺麗綺麗。横の山のところ。丸沼高原の紅葉やばいよね。あれすごかった。俺、人生で一番綺麗な紅葉だって思った。輝いてたよね。輝いてた。あ、ここだ、ここ。ここですね。そうです。おー、やっぱ明るい。明るいね。綺麗だ、うん。あ、こんな感じ。車すごい多い。おー、めっちゃ止まってる。すごいね。皆さん、スキー場の方たちですかね。よし、もうそろそろですね。到着です。到着です。丸沼高原、綺麗ですね、はい、これを見る、うんうん、で一番奥の駐車場なんだよね。そうそう、手前は止まっちゃいけないところ。そうそう、有料のところもあるから、ホームページ見ればね、うん、詳細書いてある。そう、書いてあります。ここに小屋がある、ね、そうそう、あったあった。この辺かな？この辺ですね。この辺だよね。うん。あそこがトイレとかあるところで。それの奥ら辺だったっけ？そう。寒いですね。行きましょう。いらっしゃい。トイレ行ってきまーす。パパお願いね。深いね、ここ。第一駐車場には暖房付きのトイレと更衣室があります。24時間利用可能です。ではご飯の準備しますね。
FF ヒーター最高だね。うん、最高だよ。めっちゃあったかい。クリスマスケーキをね、作りましょう。わぁ、すげぇ綺麗。ね、これで丸めるのか。だよね。ここで塗っちゃおうか。イチゴを浸そう。巻こうか。巻き巻き。やる感じ。こういう感じ？うん。美味しそう。どう？いいじゃん。いいんじゃない？ね。綺麗。おお。上手。ほら。わあ。どう？かわいい。かわいい。今からミートローフを作ろうと思います。今日のね、夕飯作っていきます。 I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago.はい、いい感じです。中央に卵とチーズね、ゴーダーチーズ入れて巻きます。これでね、オーブン約30分、20分から30分焼きます。一応できたんだけど、どうやって切りましょうか。おーい、メリークリスマス。メリークリスマス。乾杯。乾杯。いただきます。乾杯。はい。乾杯。いただきます。はい。めっちゃ面白い。うまっ。まあ、楽しいか。めっちゃうまい。いただきます。はい。レーズン合うよね。合う。うん、もうこれクリスマスうちの定番だな。難しいの作る。いや全然楽だよ。本当にあの混ぜてこねて、あの丸めるだけ。レンジチン。はあるんだね。混ぜてこねて丸める。ただいまの気温がマイナス6度。6.3度。マイナス6.3度外。湿度。中が 25.6度。おしっこする。湿度53度。うん、外は湿度 53% で中は 31% だって。寒いですね外は。ニューアイテムです。ニューアイテムが入りました。キャンプパッドシリーズです。
モンベル、うん、モンベル150センチのタイプ、150センチちょうどいいね。キャンプパッドで 3.8 センチの厚みです。うんうんうん、どうしよう、こっちプラモ、うん、よいしょ。でなんかウレタンみたいなのが入ってんだよね中に。そう、あー、あったかそうだね。ズタいいね。でそのこれで膨らまします。これがちっちゃいよね、これも、ね、充電しておくやつでこういうちっちゃい、うん、はいはい。で何をつけるの、ね、これをつけて、うん、ここがボタンになってるんで、はい、あれちょっとうるさいね。つけます。あ、見たら見えコンビクラこれで、つけっぱなしにしとけば膨らむんだ。うん、ちょっとずつ入っていく。うんうんうん、おー、膨らんできた。あ、ほんとだ、閉める。ギュッとギュッとします。はい、オッケーです。はい、できました。どうぞ。いい感じじゃない。いいよね、ベッドみたいだね。じゃあ出ましょうかね。これは、はあ、おやすみ。おはようございます。ただいま午前6時、外気温マイナス 10.7 度でかなり冷えましたが、FF ヒーターを使用してますので車内温度は 23.7 度と快適に過ごせました。スキーの準備をします。準備している間に第一駐車場もかなり混み合ってきました。行く前に腹ごしらえね。朝ごはん少し入れとくだけ違うよね。うん、じゃあ食べていきます。丸沼高原スキー場のトップシーズンの料金、1日券大人6000円、シニア5500円、中高生3700円、小学生2200円です。最新の料金やリフトの運行状況、時間などはホームページをご確認ください。では、滑りに行ってきます。もうちょっと手下げていいんだよ。手下げてバランス。そうそう。お。
のスキーはどうでした？楽しかった、思うように滑れましたか？はい。あなたも楽しかった？うん、はい。ママも楽しかった。でも足が痛いです。終わったみたいだね。お片付け終了しました。しました。券を返しに行きます。リスト券返却に行きましょう。返さなきゃいけないんだよね。そう、気をつけて。左側を気をつけないと。溶けたもんね。だいぶ溶けたね。あったかくなっちゃったもんね。なんか日が出たら急にね、気温上がったよね。そうそう。いやでも満喫できましたね、雪。いやだいぶ。次回の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。